おはようございます。今朝はですね、8時半に、市役所の方へ行かなければいけないので、朝のご挨拶はお休みをさせていただきまして、事務所からご挨拶をさせていただいております。もう皆様も、昨日のニュースとかで、ご覧になったように、いよいよ、この総選挙と、師走の総選挙ということになりました。昨日の朝の3分間ご挨拶でもお話ししましたけれども、さあこの投票率がどれぐらいになるかということを私大変興味を持って見ております。この投票率というものは、その時の選挙にどの程度の関心があるかということだけにですね、こだわって見てしまうと、実は、気を見て森を見ずということになる。投票率の推移というものを少し長いスパンでね、10年とかでどういうふうな推移をたどってるかなということを見ることで、私たちの住む街がどの程度社会参加の意欲があるのか、直接な社会参加でなくても、街づくりとか考える上で、この地域とか街に対してどういうふうな愛情を持っておられるのか、愛着を持っておられるのかということを見る一つの指標になるというのが、昨日の私の、考え方なんですね。今マスコミでは、今回の解散が意味がないかのようなですね、報道もかなり多く見られます。果たしてそうでしょうか。私はですね、やはり今回の解散には大変大きな意味があるというふうに思っています。私たちはほんの数年前、民主党政権に移る前後にですね、政権交代というものが、その選挙の争点となった、総選挙を経験しました。私も当時、自民党の一党員運動員青年局の局員として厳しい選挙を戦わせていただいたんですけども、あの時のマスコミはとにかく政権交代だという形でかなり煽られた選挙でしたね。そして、その、結果としても民主党政権になってしまって、日本は大変長い不況のトンネルと入っていくことになったんですけれども、あの時に、私たちの手で政権交代を成し得ることができるんだということで、もうその政権交代を、成し得た選挙だという、その一点で大変高い評価をしている、マスコミが多かったんです。今回は政権交代の可能性がないから、じゃあもう、横になって寝ときなさいと言わんばかりの、報道ですね。私はこれは本当に不真面目な、報道だなと思っております。そうではなくて、本当に私たちの暮らし、私たちのこれからの将来ということを考えた上で、やはり選挙っていうのは私たち一人一人の手に一票だけある権利ですからね。この権利の行使を放棄するっていうことが、これは本当にいけないこと、責任を果たしてないことになりますので、ぜひこのみんな手元にあるこの一票というのをしっかり使って社会参加をしていただきたいと思うのです。今日はね、ちょっとお休みをいたしましたけども、明日はまた朝のご挨拶を駅前からさせていただきます。今日も寒いですね。どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。